こんばんは、りくおです、今日のトークテーマは右上じゃない、左上にあるように、ゴジラ、マイナスラについてちょっと話していこうかなと思ってます。このゴジラマイナスワンは11月3日に公開される映画のようで、主演が神木隆之介さんで、ヒロインが天海みなみさんという、今やってる朝ドラコンビでの共演になるようです。それで、まあ映画の予告編昨日見たんですけど、戦後の日本がなんか舞台のようで、初代ゴジラが戦後よりちょっと後の感じで、まあ原点回帰ですごく面白そうだなって感じました。で、まあゴジラはアメリカが倒してくるんだと思うんですけど、なんかよくこれ見たときにね、なんかヤマトみたいな戦艦の知識全然ないんで、種類とかわかんないんですけど、まあ戦艦がね、やっつけるのかなと思ってます。で、やっぱゴジラは核攻撃でしか倒せないんじゃないかな、今回もとか、いつもの倒し方がわかんないんであれなんですけど、でまあそうだな、自分シンゴジラを映画館で見て、だからあれが7年前にシンゴジラ見て、まあなんかめちゃめちゃ面白くて、面白かったなって記憶あるんで、まあ今回も期待しようと思います。で、そうだな、映画館ではシンゴジラしかゴジラシリーズ見たことないんですけど、子供の時にね、あれ見たんですよ、 DVD 借りて、ファイナルウォーズか、2005年か4年ぐらいの時の松岡さんとか、なんだっけ、ケン・コスルさんとか出てる、あの映画、なんかすごいゴジラの映画よりアクションがめちゃめちゃかっこよかったイメージあります。で、まあゴジラはそんなところで、愛嬌の移り代用はもうすぐ終わるんですけど、今日も1000ポイントぐらいは行ったので、また明日頑張りたいと思います。で、またチャンネル登録、コメント、いろいろ待ってるんで、お願いします。また明日。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。